サザエさんの同級生、なんと、すごくない？いや、持っとるよね。ラベです。ラベさんちへようこそ。さて今日もやっていきましょう。今日はですね、ちょっと気になったことがございまして、それをですね、皆様に伝えようかなと思います。っていうのが、サザエさんの年齢も気になるんですけれども、実際の人にこう当てはめた時に誰が誰と同級生なのかなってちょっと気になりません？なので本日はサザエさんの同級生、現在の YouTuber に置き換えたら誰でしょなー、2018年バージョンでございます。まずはじめにですね、サザエさんってどういった漫画なのかをちょっと振り返ってみましょう。サザエさんとは毎週日曜日18時半に放映されている長谷川町子さんによる日本の漫画およびそれを原作とするテレビアニメです。原作の漫画は新聞の4コマ漫画で、1946年4月の22日に夕刊福日にて連載が開始され、1969年昭和44年にフジテレビ系列で第1回が放送されて以来、なんと今年で49年目を迎えます。そしてサザエさんは世界で最も放映されているテレビアニメ番組としてギネス世界記録を保持している番組です。すごくないですか？そして今日はそのサザエさん一家、あのファミリーを現在の YouTuber に置き換えてみる、そんなミッションでございます。じゃあ早速行きましょう。まあでも一応ね、大元のサザエさんは後に撮っとこう。楽しみは後に撮っていきましょう。ちなみになんですけど、これ全部ネット情報なんですよ。ネットでサザエさんの年齢を調べて、でさらにネットで YouTuber の年齢とか、まあ生年月日みたいなのを調べて、それに当てはまった人たちを入れてるんで、実際の年齢とは違う可能性があります。ちょっとやっぱり嘘もありますからね、ネット情報は。まず最初、波平。これがね、波平の年齢っていうのが皆さんご存知ですか？波平の年齢はなんと54歳です。さて YouTuber に置き換えた時に誰がいるの？いないんじゃないって思ったでしょ？いないんじゃないって思ったでしょ？いるんですよ、それが。現在の YouTuber に置き換えると全力ひろしさんです。おそらく今54歳かなという感じですね。ちなみに画像はこれ。いや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 、老けすぎやろ。ナミヘハゲ散らかしとるの？どんだけひろしさんが若いんかっていうのがね、もうめちゃくちゃフレッシュ。差がすごいよね。ナミヘがもう年いきすぎとるけんひろしさんがもう追いつかん。同級生なん。さあ続きまして、波平さんの奥さん、船さんですね。船さんの年齢はなんと50歳。で、私調べました、調べたんですけど、いない、いないので、当時のひろしさん。で、波平さんは現在のひろしさん、船さんに関しては当時のひろしさんと同級生ですね。まあ、いずれにせよひろしさんが若い。続きまして、マスオさんです。マスオさんはですね、そこそこいました、いらっしゃいました。マスオさんの年齢なんですけども、28歳らしいですね。どうですか、若いっすか？ちなみにアナゴさんの年齢します？アナゴさん27歳ですからね。嘘つけ、老けすぎやろ。お前27歳で茶色のこのダブルみたいなスーツ着て、お前嘘つけ、老けすぎだろうかよってなるんですけど、27歳らしいですね。じゃあマスオさん、現在の YouTuber に置き換えると、大地さん、ミノッチ、トランジスタ、トビック。今動画の編集してて、でそれでまた調べてて、トミトミの過去のツイートを見て分かったんですけど、マスオさんの同級生にマスオさんがいらっしゃるみたいです。すごくない？生年月日が1月生まれとかもいらっしゃったんで、実際で言うとちょっと違かったりする可能性もあるし、その生年月日が本当に合っとんのかどうかも分からんけんね。けど、まあ、そのくらいの年齢です。って考えると、いや、YouTuber やっぱ若いね。みんな。むちゃくちゃ若くない？こっから厳しいです。こっから厳しくなってきます。カツオの年齢は11歳です。まあ、11歳の YouTuber っていう人たちを探すこと自体が結構難しかったんですけど、いらっしゃいました。女性なんですけど、リリリさんです。ダンスをされている方で、素晴らしい一芸をお持ちの、そう、素晴らしいですね。そのリリリさんが、カツオさんと一緒だったみたいですね。さて、続きまして、ワカメ。ワカメがですね、年齢おいくつだと思いますか？ワカメの年齢は9歳です。9歳にしてフェロモンプンプンですね。パンツ見せびらかしてますからね。街中のやつをね、誘惑しまくりまくってる。っていうか、誰かその、言わんのかね？誰か注意せんの？パンツ見えとるよって誰か注意してやらんの？あれ。てか、書きようときにどうしてパンツ出したっていう感じっちゃうけどね。そんなワカメなんですけど、ワカメは調べたんですけど、いないっすよ。いない。
悔しい、悔しいですね。もし9歳で YouTube やってますって人いたらコメントしてください。そしてタラちゃんに行きましょう。タラちゃんの年齢皆さんご存知ですか？タラちゃんの年齢なんと3歳です。いらっしゃいました、カーキズチャンネルの銀太くん。タラちゃんと一緒です。もう性別も一緒なんで、もうあのタラちゃんってどんな感じなんだろう現在においてはって思ったら、もうカーキズチャンネル見ればもう、あ、そこにタラちゃんいますから。はい、はいは、はいは違うわ、イクラちゃんだわ。今日はこのおもちゃで遊んでみるですとか言ってないけど、そんな感じじゃないけど、そのタラちゃんを現在に置くと銀太くんってことですかね。そして最後、番組の主人公サザエさんの年齢ですね。サザエさんの年齢はなんと24歳です。まさかの、おい、結構若い、もうイケ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 の女子です。もう結構これ見てる人の中で、え、年下やんって思った人めっちゃおるじゃない。いや衝撃よね、あんだけ昔から見とった漫画アニメ、俺もうほぼ年下や、ほぼ全員年下よ、衝撃やん。いやこれ、そしてこのサザエさんの同級生、これがすごいんですよ。もうほんとびっくりです。サザエさんの同級生なんとフィッシャーズ、まさかの魚縛り、すごくない？いや持っとるよね、びっくりした俺。そこでまた魚関係ぶっこんでくる。はい、というわけでございまして、今日の動画は以上でございます。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして皆様のコメントもお待ちしております。では皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、サザエさん、アディオス、バイバーイ。